プロ野球 OB クラブ公式 YouTube チャンネル、いつもご視聴いただきありがとうございます。引き続きチャンネル登録、そしてグッドボタンもお願いいたします。さて今回も新高円寺にありますセノンスポーツゼロよりお届けいたします。ゲストは星野信之さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。4年目で6完封、はい、12勝。いや、いいとこだけ拾ってくれてありがとうございます。本当にとんでもない。もういいところでいきますよ。本当にでもいい投手、いい投手だったわけですよ。はい、6完封してるけど防御率 3.8 なんぼですけどいいですか？なんで触れるんですか？いやいや、97年まで11年連続の2桁勝利、はい、いやでもあれですよ、176勝挙げられてるわけですよ。そうだからね、その十何年連続っていうのも山田さんが17年ぐらいやってたんですよ。はい、で話を聞いてる時に、はい、月に2勝したら10勝なんか簡単だろうみたいなことを言った時に確かになみたいな、はあ、とりあえずまず月の1試合目頑張ろうみたいなね。勝ったらまああと1試合頑張れば、はい、まあまあ6ヶ月あるんで、まあ、12勝いくと、最悪1勝でもいいかなとかね、まあ、そんな感じで。でも勝てる時ってそんな感覚で投げてましたよ。だからそうですか。まあ、あとは打線ね、打ってくれる時もあれば、あとは流れの問題で、まあ、うん、はい、ちょっとビハインドの時はめちゃめちゃ頑張っ、そこはめちゃめちゃ頑張って、はい、で打ってくれるっていう、まあ、そういうのがやっぱり良かったのかなとは思うんですけどね。山田さんのその4試合か5試合投げて半分勝ちゃいいんだろうっていう。でも勝てなくなった時にはやっぱり大変ですね、やっぱね。そうかもしれないですね。いや、本当11年で切れた時は5勝10何敗だったんですよ。6連敗ぐらいしたのかな。なかなか取り返せない、ね、なんだろう、やっぱ勝ちに乗ってくっていうのはすごく大事かなと思うけどね。勝てなくなると本当1週間が長いし、モヤモヤがたまるし、6連敗したら基本頑張っても2ヶ月、頑張って2ヶ月で、まあ、5分、後半だったらだんだん給料の計算もするじゃないですか。ちょっとは、まあまあね、やば、だって今頑張ってもだっても絶対ダウンだしなとかね、いろんなこと考えます。試合の時はよぎらないですね、マウンドでは。ああ、それはよぎらないです。終わってから、はあ、また負けたかと思った、このままいったらどうなるんだろうみたいなね、それはちょっと考えますけどね。帰り道とかがちょっと怖いですね。そうね、思わずアクセル踏んでますよ、だからいやでもその、まあ、投球をですね、はい、翻弄されたバッターは大勢いらしたということで、はい、例えばね、清原選手もはじめ、まあ、名だたる選手がまずストレートが打てないというおっしゃっている選手も多いですし、あと近鉄の梨田正孝選手は、はい、金縛りみたいになってバットを振れなかったということをおっしゃってる記事もだからね、でも梨田さんも結構ね、みんなに打たれてるんですよ。僕いいところで打たれてるのも覚えてるんです。それしか覚えてないんですよね。だからね、逆に言うとまっすぐで抑えたっていうあんまり記憶はないんですけど、たまたま手出してくれて、まあ、球は詰まったりとか。でもね、120何キロ詰まったらね、はい、早いなって言うしかないんですよね。でもね、それとまあまあいっぱい変化球を見せてたっていうのはあるんですけど、まあ、でもそう言っていただけるとすごくありがたかったですけどね。はい、でですね、もう一方、この OB クラブ常務理事でいらっしゃいます、はい、石毛博道さんから、はいはいはい、あの当時の印象、はい、星野投手の印象を伺っております。はいはい、しっかり書いていただきました。あ、一言二言かなと思ったんですけれども、そんなに印象しっかり、はい、印象があったのは嬉しいですね。はい、代読させていただきます。はい、ます星野投手がデビューしたての頃はストレートとカーブしかない投手だった印象があります。はい、この時期はわりかしカモにしていた記憶がありますが、うん、115キロのフォーク、スプリット、3つ目球種を身につけてからは逆にカモにされていました。変速フォームで出どころが分かりにくいストレート、120から130、カーブ98から100、スプリット115から117、全て投げ方も同じで、対戦すればするほど術中にはまる本当に嫌な投手でした。対戦が少ないセリーグ打者にはオールスターゲームなどで案外打たれていた記憶があります。星野投手の投球を知らないからです。知れば知るほど嫌な投手でした。びっくりマーク3つ。うわ、嬉しいな。でも、はい、でも石毛さんに打たれた記憶しかないんだよな俺。阪急の時に必ず西武が、まあ、はい、もうほとんど毎年優勝してて、天王山ぐらいまで行くんですよ、はい、大体ね、阪急の時に、必ずそこでやられる。でその天王山の時にも僕投げたんですけど、はい、僕のサインミスもあったんですけど、フルカウントから
ベンチからフォークのサインが出てたんです、はい、さっき今石毛さんが、はい、石毛さん結構まあフォークの空振りは多かったのはなんとなく覚えてるんですけど、ベンチからフォークのサインが出てたんです、はい、そのフルカウントで、はい、ランナー 1,2 塁だったと思うんですけど、はい、それを僕が勘違いしてカーブ投げたんですよ。それをガパーンとセンターに打たれて、えらいことをしてしまったという。あ、なるほど。だからね、他は抑えてたかもしれないんだけど、はいはい、もうそのあれがもう痛すぎて打たれるところがやってしまった、うん、だから西武の人ってなんかそういうのが多いですよね。清原選手もそうやって言ってくれたりもしてるんだけども、清原選手のホームランで1対0で負けたりとか、はい、ピッチャーもやっぱり良かったんだよね。なかなか点数ももらえないし、勝ってもなんか楽勝で勝ったなってしかなかったので。でもその強い西武ライオンズがいてくれたから一生懸命野球のことは考えましたけ ど、そういう強いチームのね、はい、あのリーダーの人にそうやって言われたのはちょっと光栄ですね。でもね、はいはい、このお話はですね、はい、石毛博道 TV で、はい、あの動画としても残っておりますので、ぜひ。僕と対戦している動画があるの？石毛さんがお話しされている。嬉しいですね、はい、ありがとうございます。石毛さん、はい、動くというか喋ってる石毛さん星野投手のことを喋っている石毛さんも。本当ですか、嬉しいな、はい、ご覧いただくこともできますので、どうぞあの石毛博道 TV もご覧いただければと思います。嬉しいわこんなに褒めていただけると、はい、いやいや本当に嫌な投手だった。でも最高の褒め言葉ですよね。いやそうです。でも本当にフォーク覚えてから、まあ、幅は広がったのは間違いないので、うんうん、はい、そこまででもなんか一投手をちゃんと分析してたっていうのは逆に言ったら怖い、やっぱり。あ、まあそうですね、石毛さん。そうですね、あの YouTube チャンネルお手伝いさせていただいてるんですが、記憶力が本当にまあ素晴らしいですね。あ、やっぱりそうですよね、はい、やっぱいい選手ってそうですね。あ、そうですか。ピッチャーはね、でもちょっと忘れなきゃいけないことも多いんですよ、やっぱり。僕が勝手に思ってるんですけど、ここ打たれたからもう投げれないってなってくると、もうストライクゾーンがどんどん狭くなってくるじゃないですか。もう投げるところがなくなっちゃうんで、ここ打たれるからボールばっかりっていうわけにいかないので、だからホームランも、だからまあソロなら OK とか、まあそういうふうにやっていかないと。僕みたいなピッチャー、特に間の遅いピッチャー、ホームラン数も多くなるので、どっかで割り切らないといけないので。ただランナーが溜まって打たれると取るのも大変なんで、まあソロはいいかと。連続で打たれるのもダメですけどね。ホームランはそんなに気にしなかったですね。その後ちゃんと抑えるかっていうのはありましたけど、はい、まあでもよく打たれましたよホームランは今だって打たれても15本いくかいかないかぐらいじゃないかなと思うんですよね、年間。ほうほうほう、はい、僕は33本打たれましたから。よくそれでローテーションを守ってきたなっていう。その要因はご本人では、まあ、一つはちょっと球場がまあ全体的に狭かったっていうのはあるんですけど、球がやっぱり遅いっていうのと、ちょっと動かすボールっての僕は投げれなかったんで、はい、ほとんどフォーシームで、回転自体はまあまあ良かったので、ただ当たった時には諦めがつくぐらい飛ばされてたんで、まあ逆に良かったですけどね。95年96年リーグ優勝、はい、リーグ連覇をされておりますが、ちょっとそのあたりの思い出も伺っていきたいと思いますが、ね、これはもうね、まあまあ忘れられない。95年はもう大震災があって、まあ、ちょうど自主トレの時だ、自主トレ僕らはもう始めた時だったんですね、はい、もっと前から始めてる人もいたと思うんですけど、ちょうどやり始めて本当に 2,3 日ぐらいの時に起きたので、四国でやってたんですけども、四国はまあ震度4ぐらいだったので、結構揺れたのは揺れたんですけど、あんなすごい揺れは僕は体験してないんですけど、帰っていって、でとりあえずチームのみんなで、まあ、一応みんな無事だと、はい、ただ半壊したりとか、ね、家が壊れた人はいっぱいいて、まあ、練習も対処できないと。でとりあえず集まれる人だけ、当時宮古島、沖縄の宮古島でキャンプしてて、大木、はい、監督から集まれるやつだけ集まろうというので、はい、まあ、大概の人は集まって、うん、僕が記憶しているのはちょっと自主トレの延長みたいな感じ、はい、だいたい僕一回あのキャンプで一回ある程度調子を上げて、はい、まあ、そこから、まあ、またちょっと一回落ちて、こんな波が出てくる感じのイメージではキャンプをやってたんですけど、はい、とりあえずこう低いところからずっとこうピークに持っていくという、うん、はい、あんまりやってないやり方、いきなり集まってやるにしてはハードなのはあんまりできなかったので、故障させないようにというのと、でも絶対勝たなきゃって、こういう時にこそ絶対勝たなきゃっていう思いはすごい強かったと思うので、でも正直キャンプもまともにできてないし、はい、おそらくお客さんもそんなに入らない、皆さん被災されている方、優勝なんていう二文字あんまり
口では言ってたのかも分かんないけど、実際心の中ではなかなか難しいんだろうなって思ってたら、オープン戦で僕の中ではね超満員のイメージだったんだけど、実際は1万人ぐらいだったらしいんですけど、ほとんど来ないだろうっていうところで1万人もやっぱり感激したのを覚えてますね。そこでなんかみんなで、まあ、勝たなきゃっていうところで、平井があの時抑えで、はい、フル活躍、抑えだけど3イニング投げたりとかね、で一郎がいてっていう、はい、なんかすごいあの2人がすごい引っ張ってくれたなっていう、平井まで回せになりましたからね、ピッチャーもね、平井で打たれたのもしょうがないよっていうところまで築き上げたんで、一郎なんか1番打ってたけども、はい、あと1点欲しい時はもう8番9番が必死に粘ってで一郎に回す、その2人がすごく引っ張ってくれてたような感じがしますね。95年そのオリックスになって初優勝、僕だからプロ入って初めてだったんですよ、はい、その中もまだ全然治ってないしっていう、本当は神戸で優勝する予定だったんですけどね、3連戦がロッテにすごいピッチャーが来たんですよ、イラブ、小宮山、ヒルマンみたいなすごいのが来て、なかなか勝てなかったんですけど、でも3戦目の時にリードしてた、はい、で平井が出てったんですよ、はい、平井もだいぶ疲れてたんですよね、うんうん、で平井が打たれて、結局負けるわけですよ、はい、で平井が降板してくるときに、ヤジ飛んでくると思ったらみんな拍手ですよ、あれはちょっと感動的でしたけどね、でその次の年に、はい、その時もね怪しかったんですよ、でも日本ハム戦でロッカーにいたんですけど、はい、うわ今年もダメなのかなって思ったら DJ が同点ホームラン打った瞬間に着替えたんですよ、ユニフォームに着替えてバーッと下まで降りていって、うん、ちょうど扇監督の後ろの方にいて、はいはい、一郎が打席立ってて、はい、レフト線にバーンと打ってレフトがクッションボール誤ったんですね、もうその瞬間に帰ってくると分かって僕も興奮してて扇監督を飛ばしてたらしいんですよ、僕後で言われたんですけど、星野さん、いやだから興奮してて僕も、いやそうですけどえマジで、別に監督に怒られたわけでも何でもないんですけど、監督も喜んでくれてたんだとは思うんですけど、ちょっとひどいですねまあ気持ちは分かりますよね、みんなうわーって言ったらしいですなるほど、前の年のね神戸で決められなかったっていう思いがちょっと思わず、その年も頑張ろう神戸の年であったという1年やってこられたということですよね。でもね今考えるとなんか扇監督が持ってたなんていうの、運というかの人生の流れって、ほら近鉄でも1回やってるんですよ、 10.19 で優勝できなかった、はい、で次の年に僕らも争ったんですよ、3チームで、はいはい、西武と近鉄と、でも結局最後ブライアントの4連発とかが出て結局優勝するわけですよ、なんか扇監督ってそういう運命があるのかなっていう悔しい思いがあって次の年に達成するみたいな、強運の監督を、ね、そういう監督をね、いやそれはごめんなさい、本当に一郎のその打球しか見えてなかったんで、ほんまに飛ばしたのかなまあでもその96年日本シリーズ、はい、第1戦の先発、そうですね、それもその前の年は第3戦だったんですけど、扇監督にお前どこで投げたいんだって急に言われて、僕決めていいんですかって言ったらいいよって言われて、でちょっと待ってくださいって言ったんですよ、左が先に投げたら例えば右ばっかり なっちゃうじゃないですか、よくよく考えればまあお前1戦目行けよっていうことだったとは思うんですけど、僕にだから言わせたかったんですね、まあ、責任を持たすというのが、一人行かせてくださいって言ったら分かったって言って、はい、まさかこんな風にして決まるとはちょっと思わなかったんですけど ねオリックス4勝1敗での日本一ということですよ ねめちゃくちゃ点数取るチームではなかったと思うんですけど、必ずそれには応えてくれてましたよね、まあ、そこには必ず一郎が絡んだりはしてるんですけども、一郎はまあ本当攻撃だけじゃなくて守りもね、まあ、素晴らしかったし、いろんな意味で助けてもらいましたね、ランナー二塁にいるときは一郎のとこ飛んでけと思いますもん、あスコアリングポジションの時の一郎のあの位置、 あれをでも見てほしいな、そこ守るっていうところですからね、なるほど、回すようにさせてるっていう、はい、逆に言えばすごい後ろで守ってますから、コントロールがまたいいでしょ、そうですよね、肩もいいし、すごい選手やったなっていうのは、その一郎選手ですが、はい、99年にマリナーズのメジャーの春季、一緒に僕は練習行きましたよ、キャンプに、はい、行きましたね、はい、真相は分かりませんけども、はい、まあ、もう行く手はずでの僕は付録で行ったのかなという、51番つけてましたもん、はい、だってもうその練習の時から、
みんな全然違う番号だったんですけど、はい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 、決まってんのある程度みたいなのはちょっと思いましたけど、メジャー行っても絶対活躍するだろうなと思ってましたけどね。その時その星野投手はどんなキャンプだったんですか？その半分だけ宮古島でやって、はい、お前もベテランだからもう自分で調整できるだろうみたいな感じで、なんかいい経験になるから行ったらどうだみたいな。川がめちゃくちゃ滑るんですよ。でアリゾナは、まあ、乾燥してるところなんで、はいはい、川の湿り気がいかに大事かっていうのは。なんかあれですよ、縫い目に引っ掛けるんじゃない？縫い目に引っ掛けてるんですけど、ここはボールをちょっと安定させるためだけど、スピンを効かすのはちょっと川ですね。だからどっちかといえばまさに分かりました。だからあんだけ滑ったら無理ですね。だからカーブが曲がらなかったらもう全然ダメだなと思って、で本当は僕すごく浅く握るんですね、カーブを、はいはい、だからその年はねあんまり良くなかったんですよ。カーブはもう深く握る癖がついちゃって、抜けるのもう、だイチローにもだからフリーバッティング投げたんだけど、はい、頭に2球いきましたもん。まあ、試合に出させてもらったけど、やっぱりボッコボコ打たれましたね。また、はい、日本のボールがいいなっていうのはすごく思いましたね。今言ってるピッチャーとかすごいなと思いますよ。一応どうだとは言われたんですよね。あの元々ジム・コルボーンっていうコーチがいて、はい、その人がマリナーズにいた、ここにいたんですよ、はい、で星野、まあ、僕のピッチングもまあ知っててくれて、はい、いや星野どうだって言われたんですけど、いやカーブが曲がらないなんていうのが命取りなんで、いやそれはちょっとやめとくわ、よかったななんていうのはちょっと思いますけどね。引退されるまで活躍をされるというか、しっかり投げられていったようなイメージも。でも阪神に行ってからあんまり活躍というかね、期待には応えれなかったですね。開幕投手は務められましたよね。そうですね、そこでもボコボコにされましたから。その時思ったのは、ものすごいやっぱり期待されるわけですよ、はい、阪急からオリックスって16年 いたんですけど、はい、初めて阪神って思ったとは、要するに全部僕の悪いところも含めてみんな認めてくれてたんだなっていうのは改めて思いましたね。阪神行った時に、僕が阪神行ってボコボコに打たれた時に、はい、藤川球児がまだ2軍だったんですよ。星野さんもそんなに打たれるんですかって言われたんですよ、俺そういう目で見られてるんだと思って。でもオリックスではそんなこと言われたことないんですよ。打たれた時にあまた打たれたなこの人みたいな感じで、それも星野のピッチングだみたいな、なんかワンセット、はい、早い回で降りるのもたまにはあるなっていうのはワンセットで、星野伸幸っていうのを認めてもらってやってたなっていうのを改めて思いましたね。だからすごいなんかね、阪神行った時には全部の試合勝たなきゃっていうなんかね、自分で勝手にハードルを上げて自分で困ってましたね。だからね、はい、セ・リーグのバッターはミートするのですごい上手なんで、粘られるしヒットは出るし、でまあ一応打席も立つからね、バットなんか本当は一郎からもらったんですけど、バットでそれを持ってたら野村監督に、細すぎるとそのバットは、バントした時にお前ダメだろって言われて却下になりました。却下、使わせてもらえず。もらえずですね、試合で。道具だけはもう超一流のやつを使って、使わなくてよかったですね。多分何本も持ってたと思いますから ね。今その51番のバットはどこにあるんですかね。もう一応家にありますよ。そうですよね、部屋に置いてますけどね、はい、いつかサインもらいに行こうかなと。なるほど。その権限は終わりですよね、いただく。いやその返せって言われたら嫌だなと思って、そうか、持ってったら、そうです、ね、あ返してくれるんですかって言われたら嫌だなと思って、まあ、いつかもらって鑑定してみますか、うん。出さないでください、外に。ということをちょっと考えたりしません、はい、でもしませんというか、我々は分かります。これどうなるんだろうと思って、我々はなんかまあそういう欲も出てきたりはしますが、ちょっとたまに見た時に、はい、これってどうしたらいいんだろうっていう。どうしたらね、確かにそうですね、どん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 価値が上がっていくバット。やらしい言い方しますね。すいません、一番やらしかったですね、はい、ちょっとね、すいません。ということで、はい、まあ、あの阪神時代まで振り返っていただきまして、はい、ありがとうございます。次回が最終回になるかなとは思うんですが、はいはい、また最後までお付き合いをいただければと思います、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、また次回もお楽しみに。星野さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。オービークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピード感が導入されました。
101107110いきます111ピンピンピン。